ター徳の生き生き健康チャンネル。今日はコロナ騒動の背後にあるものパート2をお話しします。世界には大きな3つの一神教ってのがございます。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教。そしてこの一神教が先民思想と表裏一体となっています。すべての一神教が他の宗教に対して排他的である一方で、他神教であるヒンズー教から派生した仏教は異教徒に寛容であれと説きます。たとえ異教徒であろうと、その者が誠実な宗教者であれば援助の手を差し伸べなさい。私が生まれる以前にも多くのブッダがおり、またこれからも多くのブッダが現れるであろう。生きとし生ける者すべてに仏性は宿っており、仏陀になることができる。慈悲深き人に祝福あれ、彼らはやがて神の慈悲を去る数者たちなのだから、とイエス・キリストは言いました。アッラーが愛するのは毎日悔い改める人たちであり、心を清らかにする人たちなのです、とムハンマドは言いました。すべての宗教に共通しているもの、キリストもムハンマドも素晴らしい。しかしそれを信じている人が自分の集団、自分の民族、自分の国家に都合のいいようにやるからまずいのです。すべての宗教には共通している何かがあります。それがある限り人類は連携してやっていけるはずです、とダマイラマは言っています。キリストやムハンマドの説いた本来の愛と思いやりの教義が時代の変遷とともに自分たちに都合のいいように修正されてきました。各教団は教祖や開祖の考えとは違う方向に進み、自分の教団こそが正しいとしたのです。生物の根源を創造した創造主、サムシング・グレートという考え方があります。創造主はヤーフェやアッラーのような排他的な神ではありません。この創造主はヤーフェやアッラーを使用し凌駕するものであります。全知全能の神である創造主は私たちの設計図に愛と思いやりの遺伝子を組み込んだ愛の根源とも言うべき存在であります。自分の選んだ民族にしか慈愛を与えないような偏狂な神ではありません。私たちの心には二つの神性があることをよく分かっていなければいけない。一つは恐れ、怒り、嫉妬のような不快な感情を引き起こす神性であり、今一つは神聖の神聖で、一点の汚れや濁りもなく、純粋で思慮分別に富み、完全無欠な神聖である。そして、それは私たち誰の心にも備わっているのだ。この真の神聖、これを仏性と言います。オキシトシンについて話してみます。これは大脳の輪切りですが、その中央の部分を視床と言います。視床に下にあるこの部分、これを視床下部と言いまして、この部分にこの紫色で示す
オキシトシンを産生する細胞が豊富に分布しています。オキシトシンの構造式はこんな形で、分子量が約1000の神経ペプチドであります。オキシトシンは抗ストレス作用、抗不安作用、そして自律神経調節作用、鎮痛作用などを有しておりまして、これで我々の健康が維持されます。加えて最近の研究は、オキシトシンが社交性、愛情、信頼に関係しておるということが分かってまいりました。友情、信頼、愛情、寛容、哀れみ、思いやり、こういったいわゆる美徳と言われる感情は、従来道徳や宗教の分野で主に議論されてまいりました。ところがアメリカやヨーロッパから出たこれらの論文の中で、これらの美徳と言われる感情がオキシトシンと大いに関連しておるということが分かってまいりまして、今まで道徳や宗教で論じられてきたこれらの美徳と言われる感情が、今や医学の領域に入りつつあります。ダライラマは仏教は心の科学であると言いました。他に対する愛情や思いやりが私たち人間を結び合わせ、一つの共同体を作っていく原動力であり、この愛と思いやりが他人の面倒を見るというケアの意識を生み出す。愛と思いやりは宗教や教育によってではなく、生物学的な要因に依存している。慈悲、利他の心、愛、思いやり、こういったいわゆる宗教心といわれるものが生物学的な要因に依存しています。この生物学的な要因、これがオキシトシンそのものであります。アダムとエヴァがエデンの園を追放された以降、その子孫であるすべての人間は生まれながらにして罪、原罪に陥っている。神の子であるイエス・キリストの死はこれを償い、イエスを救世主と信ずる者は罪の許しを得て永遠の生命に入るという信仰がキリスト教の根幹を成しています。人間は本来善なのか悪なのか、旧約聖書の創世記にこんな物語があります。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いた時、カインは弟アベルを襲って殺した。死はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。アダムとエヴァがエデンの園を追われてできた二人の兄弟がカインとアベルです。同じ親から生まれた兄弟なのに、どうして二人の性格はこんなに違ってしまったのかというのが、この旧約聖書創世記の物語であります。オキシトシンとバゾプレシンという二つのホルモンがあります。このホルモンは9つのペプチドからアミノ酸からなっておるんですが、3番目と8番目だけが違って、あとはほとんど一緒であります。すなわち
構造が類似しています。そしてどちらも視床下部で作られます。ところがその作用たるは全く正反対で、オキシトシンは仲間を守る作用、信頼愛情に関係しておって利他的なホルモンと言われます。一方でバソプレッシンは個体の作用を維持する作用が強くて、不安、恐れ、攻撃性に関係しています。利己的なホルモン とこう言われています。あたかも同じ親から生まれたアベルとカインのように、その性格は正反対であります。生まれたばかりの無力な新生児は、その栄養源を母親の授乳に頼り、母親の身体のぬくもりは体温を一定に保つために欠かせません。もしこの母と子の関係が分離されたらどうなるでしょうか。ネズミの実験でマターナルセパレーション、母子分離実験というものがあります。ネズミは一度に10匹から15匹ぐらいの子供を産みますが、この生まれた新生児を母親から分離します。1日3時間、14日間。そして正常に育てられたラットと母子分離を受けたラットを3ヶ月間それぞれ飼育します。お母さんの愛情に飢えて育ったラットが、すなわち母子分離ラットであります。視床下部のオキシトシン産生細胞を見てみますと、正常ラットに比較して母子分離を受けたネズミではオキシトシンを作る細胞が著しく減少しています。このように母子分離を受けますと、オキシトシンの産生能力が落ちて、逆にバソプレッシンが上がってまいります。結果、非社交的な、そして利己的な性格が形作られていきます。性善説、性悪説、人間は生まれもって善とか悪とかいうのではなくて、これはおそらく育った環境によるものと考えられます。両親の十分な愛情のもとに育った子はオキシトシンが増えて、他人のことも思いやるような、そういった人格に成長していけるでしょうが、一方何らかの理由で幼少期に両親の愛情をいっぱい受けれなかった、そういった子たちはバソプレッシンが優位に発現して、暴力的な利己的な性格に育っていくのではないでしょうか。人類がアダムとエバの時代から遺伝的に生まれ持って原罪を背負っているわけではないと考えます。我々を罪人たらしめているのは過剰なバソプレッシンのシステムであり、それは幼児期並びに思春期を含めた誕生直後からの環境に依存しています。私たちの社会環境と個人意識を見直すことによって、過剰なバソプレッシンのシステムを減少させることが可能であります。キリスト教徒はこの現在という呪縛から脱却すべきと考えます。仏教ではこの世界をそのまま浄土に変現するという考え方があります。オキシトシンの活性化による社交性の向上が地域全体に及べば、結果として平和で住みよい社会を作り上げることができます。そして人と人との間の共感や愛の感情が世代を超えて受け継がれていきます。個人個人がオキシトシンの分泌を高めることにより、この地上に千年王国は
想像可能であります。もちろん千年王国に至る皇帝にハルマゲドン、世界三州戦争やキリストの再臨は不要と考えます。我々人類は有史以来幾多の革命改革を成し遂げてまいりました。しかしながら未だかつて世界中で戦争や争い事が絶えたことはありません。いくら政治や社会のシステムを変えてみたところで、その構成員たる人間自身が変わらない限り、この世に平和が訪れることはないでしょう。真の革命とは、個人個人の心の変革を伴うべきであります。オキシトシンが育む愛と思いやり、これは自己と他者の境界をなくして自己と他者が一つになります。私があなたであり、あなたが私である、そういう強い絆が出来上がってまいります。愛と思いやりは人々が集団で生き延びるために必要不可欠であり、人類すべてが持つ本能であります。ここにオキシトシンが関係しています。視床下部のオキシトシンの産生を高めることで、我々は自分自身の健康を保つことができますし、一方この高まったオキシトシンは他者に対して慈愛と思いやりのある自分自身に育てていくことができます。視床下部のオキシトシンはこうして内なる神として働きます。我々は皆が健康で愛と思いやりのある社会を構築していく責務があります。このプロセスの過程でオキシトシンが一つのキーワードになるのではないかと考えます。前回ヨハネの黙示録第13章についてお話ししました。この中でこの部分、その右の手あるいは額に刻印をさせ、この刻印のないものは皆物を買うことも売ることもできないようにした。そしてその刻印の名が番号が666であります。マイクロソフトが最近こんな特許を得ています。クリプトカレンシーシステム using body activity data、 人間の身体を利用した仮想通貨のシステム。人間にセンサーを植え込んで、このセンサーをネットワークのシステムで管理するという特許であります。この特許の番号がこれであります。WO、これは何の略か分かりませんが、2020は2020年、今年。そして、その後ろに060606、6が6つ並んでいます。この特許は、身体にセンサー、チップを植え込み、個人のアカウントを仮想通貨により管理する構想であります。そして、この刻印、666のないものは皆物の売買ができなくなります。これがヨハネの黙示録に書かれておることであります。ここの刻印のためのチップ植え込み方法、これがおそらくワクチンであろう。そしてネットワークによる統制社会の管理システム、これを担うのが 5G であろうというふうに考えます。
これが今回のコロナ騒動の背後にあるものと思います。一神教と先民思想、ブッダの教え、オキシトシンと慈悲、そして輪廻転生についてはこの本に詳しく書いておりますので、ご興味のある方はどうか手に取ってご覧になってください。ドクター徳の生き生き健康チャンネル、コロナ騒動の背後にあるもの、パート2をお送りしました。